はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、相変わらず今週はね、寒いですね。寒いスタートとなりました。まだね、体がね、慣れてませんので、もうこの寒さ応えるなっていう感じなんですけども、まあこういう時にね、風邪って引きやすいので、まあ暖かくしてね、まあ、対策していただければと思うんですけども、まあ、こんだけ寒いなっていう時にですね、まあ、食べたくなる果物ってありますよね。まあ、冬といえばこれといったところなんですけども、やっぱりみかん食べたいですよね。まあ、みかんをね、まあ、こたつに入って食べてね、まあ、紅白を見るっていうのがですね、昔ながらの日本の冬の風景かなっていう感じがするんですけども、今日はですね、このみかんについてね、お話したいなと思うんですけども、みかんのね、実のとんでもない秘密というかね、みかんの構造にスポットライトを当ててお話したいなと思うんですけども、まあみかんね、まあオレンジ色をしておりますよね。うん、オレンジ色の皮でこうね、まあまとってますよね。うん。で、このね、みかんのこのオレンジ色の皮をですね、フラベドと言います。日本語でね、外果皮って言うんですけども、このね、まあ外側のね、皮ね、まあ、侮ることなかれ。ね、結構いろんなものにね、利用されてるんですよ。で、このフラベドにはですね、油胞がたくさんあります。油の、まあ、袋、ね。油の細胞の棒と書いてね、まあ、油の袋がたくさん含まれてるんで、まあ、そこの中にリモネンなどの、精油が含まれておりまして、まあ、油ですね。こう、ピュってなんかこう、つまむとですね、ピュってなんか飛びますよね。このリモネンが含まれていて、まあ、特有のね、まあ、匂い、ね、香りを持って、おります。はい。で、それでまあ、柑橘系のいい匂いするなって感じなんですけども、このね、リモネンはですね、洗剤の成分としても、まあ、非常に使われておりまして、なんか通販番組とかね、まあ、汚れ落としますよ、みたいな、そういった製品の、中に、この、オレンジの何々配合みたいなね、まあ、ことを聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、このリモネンがですね、非常に油汚れをね、まあ、除去する、まあ、非常にそういった特有のね、反応しますので、まあ、よくそう掃除用具とかです。とかに、まあ、使われとるということですね。で、みかんの皮をですね、刻んで乾燥させた陳皮と呼ばれるものは、漢方の生薬としても知られておりますし、まあ、薬味などとして料理にも使われているということですね。まあ、皮もね、非常に利用価値があると、まあ、いうことなんですね。で、このね、まあ、オレンジ色の皮を剥いていきますと、まず最初にこう目にするのが、白い筋ですよね。で、このね、白い筋ね、まあ、取る派、取らない派に分かれると思うんですけど、私は取りません。取らずに、そのまま食べちゃいますけども、この白い筋ね、これなんだみたいな、こと思いません？うん。で、このね、まず剥いて、見えにする白い筋をですね、アルベドって言います。日本語で中華皮って言うんですけども、このね、侮ること流れ、アルベドにはですね、ビタミン P が豊富に含まれてるんですよ。で、このビタミン P のうちの、特にね、ヘスペリジンって呼ばれるものが、みかん由来のポリフェノールで、健康維持のための栄養素として、最近ね、非常に、ね、注目されているってことなんですよ。意外にあの白い筋、実は結構すごかったってことなんですね。うん、で、実験ではですね、様々な薬理的な効果が観察されておりまして、民間企業の研究所ではですね、ヘスペリジンを含んだドリンクを開発したということでですね、まあ、非常にですね、注目されているね、まあ、健康成分っていう感じでですね、まあ、注目されているわけなんですね。で、そもそもね、この白い筋なんなん？アルベドの正体なんなんって話なんですけど、これですね、異管束なんですね。まあ異管束ね、中学校の理科で習ったと思うんですけど、まあ導管ね、水の通り道の導管と栄養分の通り道の歯管、まあこれ合わせてね、まあ異管束って言うんですけども、あれ、異管束なんですよ。うん。で、この白い筋はですね、異管束で、みかんのヘタを通して葉っぱや根につながってますので、まあ栄養分とかですね、水をですね、その果汁の中というかね、そのみかんの中にまで送り込んでですね、こう成長していくということですね。うん。あれね、異管束だと思ったらね、筋はね、異管束だったってことなんです。その異管束にヘスペリジンっていうね、ポリフェノールが含まれていると、もうこれすごいよねということで、まあぜひね、まあ確かにね、口に引っかかるしね、なんかちょっとあんまりね、いいイメージはないかもしれませんけども、まあ健康食品と思って食べればね、
まあいいですから、まあ取らずに食べる方がですね、まあいいかなっていう感じはしてるんですけども。で、まあ、白い筋出てきました。まあ取る方もいらっしゃると思います。で、みかんって、一個一個一粒一粒小分けにできますよね。うん。で、このまあ小分けにできるんだけど、この小分けにできるその部分っていうのは、上脳っていうんですね。うん。で、さっきのこの、アルベド、さっきのその胃管束ね、この上脳に、まあ、小袋に繋がってるんですよ。うん。で、そこからね、まあ、栄養分をその果汁の中に、どんどんどんその、上脳の中にね、水とか栄養分を送り込むんだけど、このね、上脳の中をこう、ピュって咲いてみるとですね、もうみかんの粒々が、たくさんブワーってね、まあ、涙型のね、袋のようなものがびっしり詰まってますよね。で、一つ一つに果汁が満ちておりまして、それをバクッと食べてね、食べると果汁が弾け飛んで、まあ、みかん特有のね、まあ、甘さというか甘酸っぱさがこう、口に広がりますよね。で、この、上の一個一個にこう、小分けにできて、上脳の中に涙型の粒々がバーって並んでますけども、じゃあこの涙型の、この一個一個の粒々って、みかんの構造上何に当たるのかということなんですよ。これここにね、とんでもない秘密が隠されてるんですけど、これね、毛なんですよ。毛。みかんの毛なんですよ。で、さっき言ったようにアルベドが繋がってます。栄養分とかが、その上脳の中の一粒一粒にこう巡り渡すために、巡り行ってね、こう行き渡すことによって、その毛が果汁を含んだ毛になるんですよ。なので我々はね、まあ、一番美味しいその粒々ね、あれね、みかんのね、毛をね、食べてるんですよ。毛の中に入っている汁を、まあ、味わっているっていうことなんですよ。まあ、これを聞くとですね、こうみんな驚くと思うんですけども、で、まあ、グレープフルーツとか、まあ、他のこう柑橘系とかも、要は、細いね、ひょろひょろひょろってしたね、こう糸状のものが見えて、その時は下が膨らんでるみたいなね、よりね、その、オレンジとか、グレープフルーツとかね、他の柑橘は割とその、紐状のね、毛が残ってるとこ、残ってる様子がね、割と観察されると思うんですけど、あれもともと細い細い毛なんですよ。それがね、果汁を含むことによって毛が膨らんだ、毛の中に入った、まあ、汁を我々が楽しんでいるということなんでございますね。ということでね。まあ、見分けなんだということなんですね。ということで、それ聞くとね、ちょっとみんなびっくりすると思うんですけども。まあ、それ以外にもね、まあ、外側のフラベドもアルベドもね、まあ、非常に利用価値がありますし、そもそも果汁がまあ、美味しいですから、まあ、それでまあ、幸せな気分になりますしね。そもそも毛が膨らんで果汁になっている毛を我々は楽しんでいると。まあいうことなんでございますね。ということでね。まあどんどん寒くなってきますしね。まあやっぱみかんのこれからね、時期になってきますからね。まあみかん食べながら暖かくして、まあ風に備えると。ね。まあ感染症もまた流行っておりますからね。まあみかん効果でですね。まあそれを吹き飛ばすぐらいですね。まあみかんをしっかり食べていただきたいなというふうに思っております。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんさよなら。バイバイ。